ローリングライトセーバーか。やっぱ長さが違うのかな。ライトセーバーの方が長いかと思ったけど、そんなに変わるのか。いや、長さは変わらないけど、レンチを後ろに持っている分だけ、前に出てる分が短くなってるんだよな。だからその分だけ、レンチは、あれだ、画面の映りの邪魔にならないと。そういうことだな。僕が収集ツールでレンチを使ってる理由って感じかな。